全世界のサルジアニコオペラ通りの皆さん、こんにちは。お元気ですか？私は日本管区のメンバーの梅村ゆり子です。思い起こせば1991年、当時のサルジオ界の日本管区長であった溝部司教が、海外青年ボランティアグループ DBVG というボランティアグループを立ち上げたことが始まりでした。その活動を支えるため講演会が組織され、同時に私たちは事務局のメンバーとして溝部神父に呼ばれました。事務局で様々な作業をしながら、多くの若者たちを近隣のアジア各地へ送り出しました。活動を通してサルジオ会の神父様や神学生が若者たちに接する姿を間近に見ることで、私たち自身がドンボスコのやり方を学んでいったのです。ある時、溝部神父様からサルジアニコオペラ通りについて勉強を始めましょうと誘われました。あなたは今のままのあなたでいいんですよという神父様の言葉に勇気づけられ、サルジアニコオペラ通り入会を決心したそうです。この瞬間、たった3名の小さな支部が誕生したのです。そして DBVG が成長したように、私たちの支部も現在は15名からなる調布サルジオ支部として成長し、日本管区の皆さんと心を合わせて若者を対象とするさまざまな活動を続けています。ではまたお会いしましょう。お元気で。